お疲れ様スロットです。今日ですね、新環境大幅弱体化されました、こちら枯渇デッキね、やっていこうと思います。ということで、バランス調整でロケがね、タワーへのダメージが 17% くらい、はい、下がりましたっていうので、ダメージで言うと70ぐらいかな、はい、下がったと思います。多分そんぐらいだと思います、はい、レベル14だったね。というわけで、結構ね、最後の削りっていう部分では弱くなったのかな。でもまあ弱いと言っても強い全然使えるとはね、はい、思います。ということでやっていくか。ウッドもね、あのノックバックがちょっと緩くなったっていう修正があったんですけど、まあさほど変わんねえやって感じ。実際そしてね、あのアーチャーが強すぎるというわけで、今ね、あの世界上位の枯渇、まあ、シーズン始めてすぐではあるんですけども、このゴブリンの枠がアーチャーになるっていう、まさかのそのプリンセスじゃないっていうね。まあやっぱプリンはね、その枯渇デッキね、ほんと必須、まあプリンかフキアかどっちかいるよねと言ったとこで、まさかの陸受けのね、ゴブリンとかギャングとかの枠にさ、アーチャーがね、うわーめんどくせえホバリング、あーマジやってもうた。あ、でもこのためのアーチャーみたいなとこありますからね。さあ、ゴブリンがアーチャーになったことによって、まあスケールデッキにはもともと強いか、まあ対ラバですね、対ラバだったりバルーンに、まあ前までよりは多少戦いやすくなったし、まあ陸受けっていうのでもまあ一緒、ゴブリンで受けるのもマーチャーで受けれるし、まあとりあえずセトもできるし、あーマジめんどくせーとりあえずこれどうする、小屋小屋をしばかないといけないな、試練です皆さん、はい。マーチャーなんで、なんかいいっすね、このプリンとアーチャーで柳雨枯渇にはなるんですよ。まあだからどっちかが、あー強い、まあ、どっちかがいかれたもんね、どっちかが残ってくれるよねの、まあこれ一回一回対応しとったらなんかやられそうだな。いやでもアーチャー攻撃速度も速いしね、優秀。さあちょっと飛ばしていこうぜ、まあアーチャープリンゴブリンバレルのね、ウッド枯渇って感じ、ウッドヤナアメ枯渇って感じ。さあミニペバルキリー向いて、あ、このスケバレに対してのね、アーチャーもすごい強くなりました、攻撃速度速いんで、まあさすがにここはカバーがいるか。さあちゃっちゃ飛ばしちゃって、ダメージ稼ぎてえな、相手のニコス呪文が、お、かわいいなかわいいな、かわいいって文字ねえかなあおりか、それかわいい、いいねそれっていう、なんか欲しいんですけども。さあ、まあオーブンと間違えたんでしょうね、あの位置は確実に。とりあえずアチャセパして、いいね、なんかクロスみたいなちまちま戦術できるぞこれ、大砲アーチャープリン削りみたいな、後ろから出してね、あれロケ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 、結局強いかんね、ダメージ下がったとはいえ、よしよし、あれはもう大砲でね、美味しくいただいて、いいね、左サイドプリン、右サイドアーチャーみたいなんで、よしよしよし、やなみ使ったね、うわロケ打つか、あれ打ってもいいが、ホバリングもめんどくさい、いやでもこれ相手だるいっすよね、プリンもアーチャー見る、でオーブンが僕からしたらめんどくさいんで、オーブンでなんか綺麗に守られちゃう。そうそうそう、いやめっちゃいい、アーチャーぶっ壊れだよな、まあ強すぎるからこそ、まあここに入ってきたんでね、よいしょ、普通枯渇デッキにアーチャーはいらないんでね、役割的にね。さあロケ2周ちゃっちゃ回しましょうか、ちゃっちゃ回るかな、はい、さあ守るだけ、ウッド64、あこれレベル12なんでちょっと届かないですね、もう完封する方法が、相手はバルキリー完封ぐらいか、やめてやめて、にゃい、一応確認して、さあ400あっち、 OK、 いいね、なんかこの粘りっていうのかな、守りがね、まあ、ゴブリンも強いんですけどね、全然軽く出るし、だけど後ろからゆっくり溜めれるっていう意味では、このプリンとアーチャーがずっとなんか後ろで残ってくるのがね、枯渇デッキなんだけど、なんかいやらしくなっちゃったよね後ろからなんか遠距離大量みたいな
害悪度増してきてる枯渇デッキなのに、美しい綺麗で有名なね繊細なデッキのはずなんだけど、とりあえず後ろからアーチャーでさ、このアーチャーも無視するとね、橋渡ってあのチクチクって2発ぐらいね、1発か、今までは1発だったんだけど、あーロケねえの芝居太郎かマジ。このアーチャー1発ぐらい入るのもね結構でかいんでね。さあ相手のデッキは分かんないんだけど、ここ延命したい。さあプリンを延命して、あエレクトロウィザーですね。アーチャーこれ勝てねえか。あーいい雪玉。さあだがしかし、なんとかね、エレキダクプリア着いか、なんだろうねパンタ対抗多いな。バルーンデッキだったら泣いてたわ。さあ雪玉だしな、あまり見ないデッキっすね。あーこれロット打つしかないっすね確実に。さすがにこれ美味しい。さあロケ打って400のダメージね。何のデッキだ相手、アチャクイで攻めるだけそんなことはないよな。さからのエレキ同塞来て逆サイに逃げつつバレルを叩き込みたいな。エレキの位置次第、あーいい位置っすね。いやでもアーチャー強いしな結局。なんかねアーチャーってアーチャーでタワー折れることはないんですけど、そこそこにいい働きをする。さあもうちょっと殴ってほしかった。てかこれ相手泣くね攻めカードうざいよな。なんか、ファイボーとかポイズン打つのもなんかもったいないしなーっていう。あーマスカのペッコーでしたね。さあこのおちょっとやばい、ちょっとやばいけど、あこれ許容できないかな。うん、ちょっとどころじゃねえ、まさかのちょっと待って、ペッカダクプリだった。いやまあ守ればいいかこっから。さあ今から守って勝ちたい。やゆきオーマイグンです。いやこれはこの辺になんかガチャピンはやだ。あでも苦しそう。いやうまいなユニットの配置がね。さあこのダークプリとかがねちょっと厄介になってくるというか、やゆきがすげえ厄介。なんでやゆき、まあでもやらめ使ったらこのアーチャー最強だよねっていう話ね。まあでも全然ダメージが通らん、これロケ削りっすね本気で。逃げちゃおう。いやー爆破で綺麗になってるし、ダクプリ強え。ちょっと待ってお兄さん、えっやばいやばい。いやでもアーチャー強い。いやこれあるぞ。わあその許容うまいな。爆破でダメージ稼ぐマジ何のデッキこれ、怖すぎるやろこいつのデッキ。これ耐えれるぞマジ。うおまさかのロケバレルで1200ぐらい持ってってった。あぶんなんか噛んだいやペッカスキャラか、いやこれ分かんなかったっすね。なんかやゆきか、まあまあでもアーチャー良かったっすね結局ね。アーチャーとプリいるんでどっちかが残るね。矢の雨にもね、対矢の雨対策みたいなとこあるね。矢の雨ラバとかやんなメスケラ、よしよしよし。今の勝てるのめちゃくちゃちい。ああ金激動強すぎ。さあまあ8枚プリンで削るとかは今まで通りね。遅延スケラかなこうなったら。
あ、チェーンスキル神相性やん、こんなん。アーチャーポイズン打たれても攻撃速度速いんでほぼ倒します。あれなんだこれ、ゴルナイ、待って、ゴルナイだけやべえか。ゴルナイドリームの道を、あー作っちゃうよね、なんか作っちゃう気がしたんだけど、ゴルナイやってほしいな。うん、てかこれあれだ、ゴルナイの受けがね、さあゴルナイの受けがね、走りそう、もう一回。だからね、ゴルナイスキルの間隔がね、早いのがマジ強いんですよね。間隔短くしたら結構、短くしたら強いわ。長くしたらね、ちょっと弱体になると思うんですよね。さあ、ちょっとめんどくちゃいですね。エレジャイか。まあ、エレジャイには別にゴブリンもアーチャーもそんな変わんないんだけど、ゴルナイがね、ゴルナイだけね。あのゴルネどうしばこうかっていう。さあ、端まへんプリンで削ってこう。まあ、これしかない。あ、やばい。あ、これがマジでやばい。いや、いいタイミングの端まへりじゃいでしたね、今のは。いやー、なんとか耐えたい。いやー、耐えた。800あれば大丈夫。ゴルナイドリーム捕まれなかったらね。マジ、ゴルナイ、ゴルナイにしか負けん、最近。最近、ゴルナイへの勝ち方をね、ちょっと教えていただきたい。さあ、でも右サイドっすね。対ゴルナイ用に。まあ、でもこれは、ちょっと攻めていけば、相手からしたら、厄介。いや、そう、ウッドしっかりね、しっかりウッドまであって、ここは延命できねえけど、まあ、うん、いやー、834ね、全然あります。いやー、大変強い。おお、ロケ打ってくれる。さあ、コストがない。よし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 。地味にね、地道に追い上げていこう。で、負け筋はゴルナイ。ガチでゴルナイ。ゴルナイ以外に絶対負けない。やばすぎるわ。さあ、あとロケ削るもね、視野に入れていかないといけないんですけど、2000をロケで削るのはね、ちょっと大変だな。なので、もう一回。お、ゴブリンバレル刺したい。おや、そう、ちょっと、いやー、ちょっと強えって。大砲、あー、これ終わったな。アーチャーじゃあこのダメージひっくり返すの飛来進化。アーチャーとプリンの鬼の飛来神、なんでー鬼の飛来神が、もう一回、うーん、え、あ、飛来神じゃねえ。飛来神、今飛来神したのかと思ったわ。4弱じゃ落ちないんだか。ああ、負けたわ、普通にゴルナイに。結局お前か。マジでもったいないね、もったいない、もったいない、熟してしもうた。思ったより走るかもね、あの子。アチャクエが今回攻撃速度、初撃か、が下がったので、まあ、ゴルナイもね、次回のバランス調整では、下方来そうっすけどね、このままだと。まあ、マイティもね、なんかもしかしたら来そう。なんか、なんだかんだ強くねっていう、感じになってる。これこっち来る。かわいそう、姫。さあ、キングギド。で、枯渇っすね。スケバレフキア。メガナイトの枯渇ちゃん。トレーナーなさそう。いってらっしゃい。まあ、やっぱチャンピオンはね、チャンピオンっぽい性能をして、どれも強いっすね。結局。
その強すぎるチャンピオンに歩幅を合わせるためによいしょ、まあ、文句は今回情報されたでしょう。あーそれやべ、まあそうメガナイトバルーンにスケバレ入りフリーズとかやめてね。まあ金ギドできたのはでかいっすね。まあこれは無理か。うん、まあチャンピオンに負けないポテンシャルがあるのが今回このアーチャーっすね。サンコスっていうのがいい。よいしょ。まだファイスピも前まで飛ばなかったっけ、これ前も飛ばなかったのかな。あんまアーチャーってそんね使わないからわかんないよね、クロス使いの人じゃないと。さあ、おじさん、まあこれ残ってんでね。いやこやこや、なんかまたそんないない、そんないないはずのこやこや、また内側に寄せたい。あーいいねか、大砲がなくなってさあガンガンゴブリンバレルを飛ばして稼ぎたいんですけど、あのこやだっけは本当にこれだけ嫌やっすね。まあ、スケバラあるとはいえ、よいしょ、うわーこれすごい、おーいいんじゃない。マイティもう一回潜れるかな、さすがにそんな運動神経良くない。いやーいいね、プリンとアーチャーの二刀流がね、もしかしたら使いやすいかもしんないですね、まあ、人によるかもしんないんですけど、縦の戦士とかそういうのがあった方がいいっていう方もいれば、僕結構なアーチャーいるだけで一旦後ろから流せるっていうのがねすごい好きですけど、よいしょ、一旦後ろから流せるのマジで便利。ロフ打ってもいいけど、大砲があってアーチャー待って、やべ怖いな、当たらん、エナチョクウッとしてる、なんだあの置物。さあプリンとアーチャー、まあ、ここにアーチャー使うのもどうなんっていう話ではあるが、さあもう端前溶かしてバレルからのローケでフィニッシュでしょう。これはバルーンとかね、ラファに対してアーチャーになるだけでだいぶ戦いやすいね。まあその代わりディガー受けがないですね、ディガー受けゴブリン、ここ最近はゴブリンだったんですけど、アーチャーでゴブリン受けるか、ディガー受けるかっていうね。さあ逆によ、視点を変えればというか、アーチャーがいるんでプリンセスはもう攻めカードとしてね、端前プリンばっかみたいな、あーそういうのもある。さあバックフリスケブ、またアーチャーはセパレるんで分かれてもらって陸受けを2回したいね。でもなんかはみ出てる、もうちょっと頑張って、いやーでかい。さあバックフリスケブコカッちゃんだな、コカッちゃんなんだけど、これはまたすっごい、どうされたんですかっていう、まあ、プリプリコカツね。あーいい吹きや。さあウッド使ったらバレルくるけど、アーチャーでどんぐらい守れるかっすね。どこのアーチャーがいいんだろう正面か、まあ、これはいやー攻撃速度速い、偉いね、思ってるよりもだいぶ守れてる。いやープリン強いな。おっアーチャーこれ攻撃速度上がってんで頑張れる。いってーカッツン、カッツンがいてーな。
さあプリプリ枯渇危ないね。なんかスケブとかいるんでバレルで攻めてもみたいなね、攻め打って打たなきゃいけないんで、アシュメプリンで稼ぎます。はい、アーチャーを守りにしてね。さあまあとりあえず、ああこれ手前からの攻め打っても同時だったな、持ってね、全て巻き込めてた。ここでウッド使わして、ここはスケブがいない、熱い、頑張れ。怪しいか、ピンチ。まあでもこのアーチャーが、アーチャーいるのいいね。いくつ？マジこのプリンスの音嫌い、カツン、ビビっちますね。ああ無限に来るけど、アーチャーいるだけでちょっと安心だな。相手がヤラメ持ってなかったら解けないんでね。さあでアーチャーの一体はマジ陸受け。あこれもう、いやーアスケムのタイミングちょっとずらしたっすね。ないとやべ、アイスピとアーチャーマジで前と後ろ逆アーチャー前でアイスピ後ろで完封できるの。あー竹そっち行くのやばい。まあだいぶグダっても守れるっすね。あちゃダメージ稼ぎたい。よしよしよし、めっちゃいるよこれ。ロケとかもねえのか、逃げ切れそう。諦めか、そういうのではないと。いやーガチでアーチャーもう延命しないかわいそうだけど、さあロケ回すよん。マイティ出てると早いよん。もう回ります強すぎ。あ待って、ロケのダメージでこれ落ちん。あ待ってミスター、あやったこれ。あ全然か、危ねえ。ロケのダメージ、あ待ってカツン入る、やばい本気でやばい。やばいロケのダメージ、計算ミスってた、危ねえ。やめてくれ。そういえば下方されてましたねだいぶだいぶ下方されてたし、タワーレベル12だ、全然減らなかったわ。さあ危なかったね、怖いね、ハッサン怖いが、まあ、ロケのダメージ下がった分ハシマイプリンで削ってアーチャーで守ろうっていう感じです。あこれは熱い、よいしょ、アイスピあったらな、さらに延命したんですけど。おお、ゴーレム。まあ、ハシマイマイティしても熱かったのかな。だからもうマイティでも、ゴレにぶつけとけばもう、相手終わりっしょ。マイティ突破できないっすよね、ゴーレムって。あ突破されそう。うわ、めちゃくちゃなんか、嫌な技ね。あしかもなんか残ってるプリンセスが、これ芝ポイズンってこと？あーそれにまだあんだ、なんだそう、だいぶダメージ許容したけど、ダメージ許容した分こっからダメージ稼ぎたいですね、コス使ってマザネクね、マザネクか。え、これ美味しい。さあ、だいぶ刺さる。だいぶ刺さる。だいぶ刺さる。しかも鳥も。あー。割れるなら。
もうゴーレム展開させたくないですね。よしよしよし、稼いでマイティだけでねゴーレム守りたいんで、もう攻め使うんかい、まあ、対抗でもいいか。さあ回転が速い。おわー、えってか最近さゴールも全然釣れないんだけど前までここまで釣れなかった耐える微妙に耐えたぞ。10は耐えたに入らん。いや呪文使わせよ。あはははなかった、私持ってねえ持ってねえ。ゴーレム全然釣れんないんだけど、ポイズンやん。しかもあのいいやいいや。さあゴブリンじゃないんでちょっとね攻めはね弱め。お、タル使った。お、なんか終わりそうじゃね。ぶっ刺さってる。おーちゃが、おーちゃが、すぐ早い、オーケーめっちゃ削ってたよな。だって2、3000あったよ。なんであんな減ったんっていうぐらいね、あーちゃがぶん殴ってましたね。さあというわけでこちらね、新環境のアチャコカツ、皆さんもぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。